どうも皆さんです。戦国ソポ2の総演目の実況動画、反逆の城の3戦目、長篠の戦いやっていくぜ。レッツゴー。お、いきなり、苛烈な鉄砲。長篠の戦いの数日前、久秀は密かに敵陣を訪れ、武田勝頼と面会した。孫府、信玄公が亡くなられ、浅井長政も孤立して信長に討たれた。お前、いいところまで行ったのだがな。お前、惜しかった。だが、まだまだ逆転の気はあるぞ。おお、なるほどね。我が輩が信長を戦場に引きずり出す。引きずり出す。そこを無敵の武田騎馬隊で討ち取ってしまえばよい。なるほど。信長の鉄砲を恐れておいでかな。おいでかな。大丈夫。我が輩が信長の鉄砲を詰まらせておけば、撃った途端暴発して自滅するわ。すげえ計画。なるほど。撤退か決戦か。つまらせるね。迷っておったが、久秀殿が暗躍してくだされば、武田の勝利は固い。久秀殿つれ、久秀でお前決めちゃうのこれ。決め手になったよ。久秀がまさかの。信長様、鉄砲3000丁到着いたしましたぞ。これは信長様専用のものでございます。ございます。大に久秀。試し撃ちは寸しか。ああ あつって信長が下に鉄砲を渡した。撃ってあの木の枝を撃ち抜いてみせる。いや、それはやばい。信長様専用の鉄砲を撃つなんて恐れ多い。撃って撃って、いや、やばいんやて、詰まらせてるから。今回もこれもう最高やな。あ、信長が吹っ飛んで倒れた。久秀に向かってつぶやいた。久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。もう何回も見たこれ。許す。やべえよ、計画バレちゃった。まずいです。信長は金ヶ崎の危機から見事脱出。脱出しちゃったよ。久秀の目論見は再び外れてしまう。再び外れたな。その後、長政は、タイの武田信玄と組み、織田軍を追い詰めるが、運命はまたも信長の味方をする。なんと悪運の強い、信長。しばらく信玄が病没し、武田家は衰退。あ、大きな後ろ盾を失った長政は、信長に攻められ、自害した。長政も消えたが、これで。その後、信長は、信玄亡き武田に徐々に圧力をかける。武田当主勝頼は逆転を狙い、徳川領の長篠へ進攻。長篠来た。信長は同盟者である徳川家康を救うべく、強固な馬防策と3000丁の鉄砲を用意し、自ら出陣。戦国最強と謳われた武田騎馬隊の先鋒は鉄砲攻撃によりほぼ壊滅状態となる。強っ。信長の意に服し、武田軍と戦わされる羽目となった松永久秀はその光景を歯ぎしりしながら眺めている。めっちゃ悔しそうね。歯ぎしりしながら言い方よ、ナレーションの。羽目になったっつ。いやいや、長篠の戦い、今回こそ信長をと思ったけどバレちゃったからな。まずい。よっしゃー、したいで。悪党はお好きかね。信長、それも良い。うん、ということで、やっていこうか。雪村引いた。反逆の勝の3戦目やな。長篠行くで。雪村もあの鉄砲の前では無理やろ。長篠城を救うため鳥ヶ巣山砦を奪え。奪え、了解しました、信長様。というわけで、今回はね、久秀と信長コンビっていうね、最高やね。ついに実現したコンビやけど。やっていくわ。あー、今回も久秀の計画通りに進まへんわ。信長にバレちゃった。わしに続けて出たよ。酒井さんが俺気合入る場面な。鉄板やな、これ。天数。マジ？心配ですね。心配ですね。
光秀は何を心配しておる。マジ来んのね、武田。手薄ぞ、マジかよ。手薄じゃねえよ。わざと手薄にしてんのに。わざと手薄にしてんじゃないの、信長様。やっと解禁。やっと解禁、信長様。いいよね。そのまま長篠城へ向かうのだ。向かうのだ。かかったの。勝つよ。うわぁ。出た。やべっしょ、あれ。まだ鉄砲隊を隠していたか。のんまいすぎる。じゃあ、ちょっと、処分させてもらいましょうか。武田の残存兵力を誘い、殲滅するために。その通りだ。山形正影と赤染め、これにあり。これにあり、マジ来るの。再び策を蹴倒し、信長の首をかっきれ。かっきれ、わあ、わあ言うてる。マジかよ。来るのね。ちょっとどうしよう、久秀にこっち行ってもらって。信長様、こっち行っといて。頼むわ。あれ？あれ？世に代わり本陣を守れ信忠。ルヌが破れるとこの戦は敗北ぞ。信忠頼むぞって。信忠本陣ね。信忠ちゃんが本陣守ってる。バレてたな。その上でまだ我が輩を許すというのか、気に食わん信長っつってね。多分思ってるでしょ。許せんな信長、ほんまに。今回もね、失敗しちゃったわ、久秀の計画。信長の首には今一歩及ばず、どんまい。どんまい山形さん。どうかご無事で。なで切りそう。武田を根から絶やせ。古き物の不要。時代を進める男やな。変わらぬものは無価値よ。倒すか。おーら。あ、マジ？くのいち出た。であるか。なら、下左に行ってもらうが、頼むぜ。オッケー。倒した。ナイスです。ナイスです、信長様。我らも信長殿についていかねば。ついてこい。イエス。オッケー、くのいち倒すぜ。すげえな。味方持ちで上がりすぎやろ。行け。古き時代とともに。行け。赤備えまでの本際。古き者の不なんと悪運の強い。信長に気に食わんの。気に食わない展開だな、久秀にとってはな。まさか鉄砲の仕掛けバレると思わんかったもんな。鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。手立てはないのか。最後まで諦めてはなりません。私が敵夫人の穴をついてみせます。マジ？雪が来んの？動くか。了解。織田ではなく徳川を狙ってくると。よし。かっこ撃破し戦況を変えるつもりか。変えるつもりか。抗うか。無価値。久秀この辺に大人かな。長篠城の主人結構うさこも動くね。なら城主の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。マジ？奥平さん、兵糧はいただきますよ。いただきますよ。開門。よっしゃ、最後に倒すわ。みすみす兵糧を渡してなるのか。大丈夫やで。私自ら侵入者を撃ってくれるわ。撃ってくれるわ。はは。奥平より先に最後に倒すわ。俺がナイス。うめえだ。突撃する。喉言わすわ、ほんま。今こそ撃たん。やべえ。山形ジュニア来てんやろ。ジュニア行ってもらうか。オッケー、頼むぜ。その間に、信長様で、真田止めるか。控えよ。敵軍師の企み。なでつりぞ。
今回のこのコンビ癖強すぎだよ。死ぬぞ喉が。戦はひっくり返る。あ？武田の意地見せようぞ。まだ来んのかよ。やるね。敵さん、オッケー。これで真田止めだな。さあ子供が引っ込んでおれ。引っ込んでおれ。いつら虫ずが走る。虫ずが走るね。雑魚どもが。ま、手散らすか。虫ずが走るわ、お前。オッケー、ナイス。ちょっともう一人こいつも倒すか。めちゃめちゃリンチされてるやん。やばいって、どんまいすぎるな。オッケー、さあ雑魚ども消しとくか。オッケー、使おう。アクアキャッツやーべ。オッケー、試しやり。ご愁傷様です。 OK 倒したな。わあ、ここまでええガズじゃん。もはや武田も頼りに頼りにならん。信長の運命はやはり我が輩しか奪えない。いやまあそういうことやな。武田はまだ終わりでもない。松永、ババ様、お前しかいない。攻めましょう。来んの信行。あー了解。なんか来たな、増援。増援来ちゃった。ほらほらほら、降りろ馬から。武田はまだ兵力を残していたか。武田はまだ追ってはおけぬ。武田はまだ運命だ。もうかん、もうあかん、のぞいます。 OK ナイス。ネオルクは待って、こいつ行ったらな。最で南は信長様が行くんだ。信行倒すぞ。オッケーナイス。うっと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 うった。むっちゃくらっちゃった。いざ参る。ご自重ください。すいません、敵将撃ち取った。敵の士気がここまで高いと思わなんだ。なぜギリスーの聞かせてもらう。死にはせんよ。でもあ、大きい回転使えばよかったな。まあ、いっか、まあ、いっか。無双奥義3連発しちゃったよ。オッケーぞ。行ってくれ南信長様、よろしく。もうね、長城もおなじみじゃない。実況動画で何回もしてるだろ。この展開分かってる人も多いんじゃない。もっと信長を楽しませてよ。信長様どうすれば、どうすれば楽んでもらえるのか。どうすれば。 OK で、あれどうすればこいつらだろ。撃ち取ったり無駄に。うわっは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 いねえ、やっばかっこよ。見事と言わざるを得ん。かっこよ。敵将撃ち取った。中二感かっこよ。よっしゃ、もうこれ武田終わりっしょ。どうすんの。出た穴山。何回この見苦しいシーンを見せられてんねん俺は。了解、行ってもらおう。逃がしはせんよ。役立たずには消えてもらう。役立たずですからね。信長を撃てぬとは役立たずね。この勝よりは最後まで戦おう。マジ、お前が来んのね。オッケー、逃がさんよ。大丈夫、逃がさん。役立たずには消えてもらいましょう。ほら、あれ。オッケー、ナイス。さあ残るは勝頼だけやな。愚か者どもが
逃げるなら信長を撃ってからにしろ。ほんまやな、頼むわ。信長を撃つまでお前ら死ぬな。太に、おい、ウヌのおかげで勝頼が戦を仕掛けてきた。マジ？ありがたき幸せ。めっちゃ悔しそう。戦わん。ありがたき。全然嬉しくなさそう。ありがたき幸せ。上昇にすん。悔しゅうて。救援コール。サヒでどこ？死ぬとこなんしんねん。悪党と言える。救援の儀。誠にありがたき幸せ。二人の会話見とったら、下着で死にかけてるんやけど。やられた諸君、言いたかったかね。え、死なない？マジ？敵将、オーケー。ここに滅し。最後のシーン引っ張りすぎた。下着での命が危なかった。身の大義。これで武田も終わりそう。終わりそう。新しき世がすぐそこに。これからも信長様のために励みましょう。励みましょう。結局、すべて信長の思惑通りか。つまらん。実につまらん。実につまらん、お前ね。こういう展開を望んでない。お、運命を奪う。信長は、我が輩が勝頼を焚きつけたことを見抜いておる。マジか。だが、その上でまた我が輩を許した。許されすぎやろ、ひさひで。邪魔なもいい。もうたくさんだ。うんざりやな。奴はまだ自分の運命は自分の手にあると思い込んでおるらしい。だが、それは我が輩がそう思わせておるだけ。なるほど。信長の運命はすでに我が輩のもの。すげえな。我が輩は我が輩の運命を取り戻しにかかる。お、逆襲開始か。オッケーオッケー、ここまでは完全に茶番やったから、今から信長の運命奪い返しに行くんね。久秀、これから楽しみ。お疲れ。ほな、バイバイ。